人生を情熱的に刺激的に荒々しくジェット中島です。先日政策金融公庫の融資制度を使ったので、今日は融資についてお話しします。5月の頭にその書類を提出しに行って、で先日その面談が終わったので、で面談が終わるまでのことを今日は話していきたいなと思っています。では早速行ってみましょう。まず政策金融公庫っていうところがあまり知られて、まあ今知られてるのかな、わからない人もいると思うので説明をすると、ここの機関っていうのは国の機関として個人だったり、あと企業だったりに、まあ、貸し出しっていうのをやってるところになります。で普通銀行からお金を借りるときってお金を借ります、まあローンとか貸し出しとかっていう言葉を使うんですけど、ここの場合はなぜか融資という言葉を使うので、で今日はこのお金を借りるっていう言葉を融資で全部統一していきたいなと思ってます。もともと政策金融公庫っていうところからお金を借りようと思ったかというと、一番最初私が起業しようかなっていうふうに思った時にちょくちょく相談したのって周りの起業家の仲間だったんですね。でその中で、まあ、本当にごく最近起業した横山先生っていう会計士さんがいて、でベトナムのホーチミン市でもだいぶお世話になってる人だったんですね。で今回ベトナムで会社作る時も、まあ、横山先生のところに設立のお願いをしようと思っていて、で今回この融資のこと、あと日本の法人立ち上げのことでもいろんな人を紹介してもらったりしていた関係があって、まあ、横山さんが起業する時にもいろいろ国の制度とかっていうのをちゃんと使って、でお金の面では絶対に最初問題が出てくるから、キャッシュがなくならないような対策はもうしなきゃいけないと。でそれで一番借りやすいのは政策金融公庫っていうところで紹介してもらったんですね。まあ紹介って言ってもこういうことやってますよっていうだけを教えてもらったんですけど、そのためにこの半年間っていうのをずっと準備してたんですよ。もう今年の2月に会社辞めて、でただ辞める前から出社とかっていうのは、まあ、去年の末にも出社は終わっていたので今年の1月からずっと暇だったんですね。その期間っていうのを横山先生に、まあ、ついてもらって、でいろんな指導、こういう資料作ってください、こういうふうな計算方法をしてくださいっていうのいろいろね指導してもらってたんですよね。3月に日本に帰ってきた時にもうすぐ出せるかなと思ったらまだそれが終わってなくて、結局1月から5月までこの5ヶ月間かかって、でようやく終えて、で提出しに行ったのが5月7日かな、5月7日だったと思います。一番最初その提出する前に公庫に資料を持ってって、こういうの考えてるんです、どういう制度を使えばいいんですかっていうのを相談していて、その時にはまあ創業支援融資、もしくは中小企業のなんとか融資、まあ、創業融資がまあ一番いいっていうことだったんですけど、最終的に調べたら、まあ、中小企業用の他の融資の方が良かったんで、でそれを切り替えて出してきました。まあ、出す前に言われたのが、これはまあ出して終わりではなくて、出して面談をして、で審査をして、でそれで終わり。面談する前にも今こういうコロナの時期でいろんな人がお金を借りに行ってるんで窓口が立て込んでいますと。で普段だったら1ヶ月かかるところも1ヶ月半ぐらい、1.5 ヶ月ぐらいかかりますよっていうことを言われたんですね。だからまあいつになるのかな、まあ早くて5月の頭に出したので、早くて6月の半ばぐらいに連絡が来て、で、それから面談の設定かなと思ったら、重いのかそれが早くてですね、5月の27日にいきなり電話かかってきたんですよ。で最初知らない番号からトゥルートゥルートゥルーって、で普段ね私あんまり電話使わないんですけど、その時来た電話見て、あれもしかしたら知らない番号だけどこれ来たんじゃないかなと思ったら、あ政策金融公庫の〇〇ですっていうのでかかってきて、書類審査させてもらいましたと、もう面談できるのでいつがいいですかっていうふうに言われて、でそれで面談してきました。確か木曜日ぐらいにかかってきたのかな。で木曜日にかかってきて、で次の月曜日に面談しましょうということでアポもらって、
で、これね、今まで本当に5ヶ月かけて作ったんですよ。だからね、頭にこの中身っていうのは叩き込まれてるはずなんですけど、この作り終わってから1ヶ月経つと、もう期末試験終わった後みたいで、もう恥ずかしい話ね、頭からね、抜けてることもね、多いんですよ。自分でもそれ分かってたので、よし、金土日で3日間あるぞと。で、この3日間でしっかり備えて、で、この融資の面談っていうのに悔いを残さないようにしようというふうに思ってやってたんですけど、実際ね、この3日間っていうのはもう非常に短くて、いろんなことができるななんて思ってたんですけど、実際ね、何もできないんですよ。あ、カメラこっちか。そう、何もね、できないんですよ。で、金曜日は今プロジェクトとかがあって、その資料作り終わって、で、土曜日は今自分の家族、まあ父親のことで手伝うことがあったので使って、で、結局この3日間の準備のうち使えるのって1日だけで、本当にね、この日曜日だけはもう本当に、もうとにかく自分が出した内容って読み込んでいって、あ、俺こういうこと書いてたなと。いろんなね、数字の資料っていうのも出して、で、今回出したのはこういうふうに広告提出資料って書いてあるんですけど、こういうふうにね、見ていくと、まあこれは申し込み書とかなんですけど、見えるかな？まあこれは全部事項。で、あとこれは会社の説明資料。で、あと創業申し込み書。あと、これがね、結構えぐいぐらい、お、長いというか大きいんですけど、うん、まあ、25ページ分ぐらいか。の、まあ会社の、まあ創業の動機から、今後ビジネスをやる上でにおいて、自社のポジションとか、まあ本当にそういう細かい分析とかも含めて書いていったんですね。提出するね、資料が合計したら80ページ分ぐらいあったんですよ。A4 で。で、これをね、本当に見る方も大変だと思うんですけど、もう説明する方で一回出して頭から抜けてる部分も多々あったんで、それを復習するのもね、結構大変で、作った時はちゃんと数字の根拠とかも覚えてるんですよ。で、さっきね、あんまりお見せしなかったんですけど、こういう収支計画表っていうのもあって、私の場合日本とベトナムで仕事をやっていくので、日本とベトナム足してどれくらいの収益が上がるのか、日本単体、ベトナム単体だといくらなのかっていうのを、すごいね、細かい単位で書いていくんですよ。この、なんか面白い例あるかな？まあ、例えば、こういうのとかわかりますかね？交通費とか、あと交際費、あとまあ、家賃とか、そういったものも本当に細かく出していくんですけれど、この創業計画書の申し込み書の部分には、本当にその、それを簡単に書いていく欄があって、一番難しかったのは資金繰り表っていうので、通常であれば、まあ例えば家賃が10万だったら年間120万かかりますと。で、この120万っていう数字を頭に叩き込んどけばいいんですけど、ただ実際のビジネスをする上でっていうのは、どこでお金がぐーんと支払いが増えるか、で、それによって、手前で持ってるキャッシュが足りなくなる場合もあるんですね。で、それを予測するための資金繰り表っていうのがあるんですけど、そこはね、もう本当にとにかくめんどくさいんですよ。家賃だったら3ヶ月に1回なんで、まあ月々の家賃が10万だったら30万が一気にバーンと飛んで、で、そこで資金がグッと落ちて、で、次の月はそういう支払いがないっていう形になるんですね。で、こういうのを3日間はあったんですけど、3日間のうち使えたのは1日だけで、で、それでビジョン、ミッション、バリュー、創業動機、どんなビジネスをやるのか、で、収支計画表、あと、なんだっけ、今言ってたけど、そう、資金繰り表、まあ、売上表とか人員計画表とか、もう全部やっていくんですよね。で、これで、もう本当にね、3日間っていうのは全然足りなくて、月曜日の14時に広告との面談だったんですけど、まあ場所は茅場町で、もうね、新小岩から行くまでの間っていうのが本当にもう刻一刻と過ぎてって、もう本当に少しでも時間が欲しいと。で、その日ずっと資料を見返してたんですけど、あ、
ここの資料ちょっとミスがあったよとか、少し変えなきゃいけないよっていうので、で、今、まあ、実家に帰ってきてるんですけど、実家だと、大きい複合機がないんですね。だから、まあ、プリンターで、こういうような書類は、A4 のサイズはコピーができるんですけど、A3 のものってここでコピーできないので、セブンイレブンと富士ゼロックスが組んでやってるオンラインのプリントサービスがあって、で、オンライン上にデータ上げて、で、ちゃんとプリント番号っていうのを入手しておけば、セブンイレブンで印刷できるんですよね。で、前回この書類出しに行った時にこれ使ったら、もう4500円、5000円近く使って結構びっくりしたんですけど、まあ、今回も何枚か1000円満たないぐらいですけど、それをプリントアウトしに行って、で、もう本当にドタバタしながら、考古の時間に備えたっていう形だったんですね。いつもその心がけてることとしては、まあ、なるべく焦っちゃう、焦らない。焦って思考能力がなくなると、普段と同じことできないんですよ。だから、なるべくその日も面談の前に少し早く会場に着くようにして、でもひたすら見返していて、で、その日が本当に久しぶりに緊急事態宣言が解除された、本当にすぐ後で、だからね、スタバとかも開いてたんですよね。スタバに行って、おスタバ開いてるなっていう、久しぶりにサードプレイスでコーヒーを飲む楽しみっていうのを味わおうかなと思ったら、全然味わえなかったと。もう本当にね、もうひたすら見てるんですけど、書類を。もう、まあ、焦らないようにはしてたんですけど、もうこれを頭に入れなきゃいけない、あれやんなきゃいけないなんて思ってるとね、結構ね、焦っちゃいけないいけないなんて思いながら、まあ、平常時の自分がね、できないんですよね。でもね、その時にね、嬉しいことがあったんですよ。その一番最初冒頭に伝えた横山さんから連絡があって、まあもう今日の面談をもうやれることはやったので、もう基本的な売上利益の数字だけを頭の中に入れて、で、それで準備しておけばもう大丈夫ですと。もうここまで資料作ってるんで、普通の人だったら多分もう10ページも作らないぐらいの、まあ80ページも作ってやってるんで、もうあとは堂々と構えてくださいと。でもこれ言われた時ね、もう嬉しくてね、もうこういうふうに声かけてもらってものすごい嬉しくて。で、これをツイッターで投稿したら、杉田さんにも、ジェットファイトやでと言われて、これもね、嬉しかったんですよね、一言。まあ、やでは言ってないかもしれないですけど、ジェットファイトやというふうに書き込んでくれて、まあ、実際、そんな喜びを噛み締める余裕なんて、この提出前にはなかったんですけど、ただね、こういうなんか一言もらうだけでね、すごい嬉しいなと思って。まあ面談の時間になって、高校の建物に入って、ガラス張りの丸いもうドアがあって、で、そこがこうじゃなくて、こういう風に開いていくんですよ。回転扉じゃないですけど、自動ドアがヒュイーンって。で、そこを来るのももう何回目だろうなと、まあ3回。前回で4回目ぐらいだったんですけど、来て、本当にこれが最後になって、無事にここを出るときには、俺は前向きな気持ちで出れてるのかな、みたいな。なんかそんなね、不安も感じつつ、希望っていうのも胸に抱きつつ、もう、二つの気持ちが重なっていったんですよね。面談自体はもうね、普通です、極めて。で、まず言うと、もう全然ね、時間はね、ないです。で、最初聞いてたのは、プレゼンはできないですからって、もう概要を説明するだけで終わってしまうと。この日は、事前に持ってきてくださいって言われてた資料がいくつかあったんですね。まあ、細かいこと言うと、パスポート、事務所の賃貸契約書、法人の預金通帳、個人の預金通帳、それと源泉徴収票。これはまあ基本的には今も全部入手して持っていくだけなんですけど、ただ源泉徴収票だけ前の会社に問い合わせなきゃいけないんですね。それが遅くなって、金曜日かな、か月曜日の朝かなんかにね、問い合わせしたんですよね。そしたらもうすぐ送ってくれて、もう S 野さんって言うんですけど、ちょっと名前はちょっと出さないようにして、もうね、S 野さんに俺はもう頭が上がんないなと。もうこんなすぐ、まあデータで送れるっちゃ送れるんですけど、ただ辞めた社員なんで、そこまで別に義理を果たす必要もない状況ですぐ送ってもらってね、これもね、本当にありがたかったんですよ。
持ってこいってまあ言われてた資料っていうのをちょ渡して、もうこれで時間を使うと、もうすぐにプレゼンというか面談の時間終わってしまうので、まあ、当初聞いてたのは30分って聞いて、30分なんかでね、話せるわけがないんですよ。だからまあなるべく大事な部分っていうのをまあかいつまんで話をしてたんですけど、もうその中でまず やんなきゃいけないっていうのは再現性、新しくビジネスをやるんですけど、前のビジネスとつながってて今回もそれが成功しますよっていう、この再現性と、あともう一つは返済能力で、この二つだけをしっかりと説明した方がいいというアドバイスをもらっていたので、まあ自分の経歴っていうのを説明して、もうね、アメリカ留学した時から日本帰ってデザイナーとしてやって、ベトナム行って、でベトナムの現地社長になって、でそれで新しいビジネスをやっていきますと、でそういうのをね、なるべく綺麗なつながりを持つように、説得力のあるように伝えたんですね。具体的にやろうと思ってるのは、ラボって言われるデザイナーを貸し出してお金をもらうサービスと、内装に関するコンサルティングサービス、それと顧客と業者をこれ結びつけるマッチングサービスなんですけど、今までやってきたことっていうのと、この3つのビジネスが全部絡みますよっていうのをね、しっかりなるべく自分の言葉で、もうね、これ話聞いてるとわかると思うんですけどね、もうね、私はね、起承転結をつけて伝えるの得意じゃないんですけど、ここはね、頑張った。俺はね、頑張りました。その返済能力っていうところに関して言うと、返済がどうやってできるかっていうと、まず売り上げがね、立たないとね、もう返済も何もないんですよね。だからまずは受注をしたんですけど、その事実を伝えて、こんだけ受注しましたと、こんだけ受注したら次もこれだけ受注できますっていうのを伝えていって、だから返済できるんですよっていう形で伝えていったんですね。借入れをお願いした額っていうのは1200万円、創業融資だとね、なかなか降りないんですよ。だいたいマックスっていうのは1000万円で設定されてることが多くて、今回は違う小規模企業をの融資にしたので、なんで俺忘れちゃってんだろう。そうだ、条件は2000万まで上げてもらったんですね。ただちゃんと売りが立つのか返済ができるのかっていうのをやっぱ見られて、それ審査降りるとは別なんですけど、この1200万に対して言われたのは300万じゃないときついですよと、一応受注はあったって言っても、顧客は今創業の段階だと少なくて、このコロナの影響でなかなか活動ができないっていう状態もあるので、まあそれで1200万円っていうのをお願いしたんですけど、これはあくまで自分からの見方で、相手からの見方はコロナだろうが何だろうが関係なくて、受注したか否かっていうところを見るので、300万ぐらいっていうのが妥当かなというので言われたっていうことです。私としてはお金がある程度あった方が日々の資金繰りとか悩まなくていいので、もう最大限借りられる額っていうのを借りたいなと思って食いついてみたんですけど、まあ実際はそうですね、担当者を説得できたかなっていうと微妙なところで、お金が来月なくなるとかっていう風になった場合と、3ヶ月後になくなるっていう風になった場合って、打てる手が全然違うんですね。で、一番最初の創業時期ってお金がなくて、ですぐ資金がなくなって、あ、やばいですっていうのは、あれもう周りの起業した仲間からもう何回も聞いてたんですよ。で、自分はそれを聞いてるので、少しでもそのアドバイスっていうのを有用に使っていかないといけないなと思って、まあ、1200万円をやってたんですけど、もしかしたら結構難しいかなと。でね、高校の人の反応としては、やっぱり実績あるんだったら大丈夫です、実績ないんだったら判断できませんと、あくまで今までやってきたことだけを見て、で危険な橋を渡る投資家ではないので、そこの判断基準はやっぱり違うんですね。夢を売ってるっていうことではなくて、もう特別なことは何しな一つしなくていいと、その代わり着実にお金を返してくださいということが彼らの基準になってるので、本当に今回申し込んで、まだ結果は出てないですよ、まだ結果は出てないんですけど、
感じたのは、起業っていうのは起業する前にもう始まってるなと。もう副業でも何でもいいからお客さんを作っておけさえすれば次につながるチャンスっていうのが多々開けるなというのが本当に感じたことで、で今コロナのための融資がいろいろあって、実はねそこにも絡んでるんですよ。これも前職時代に少し活動を始めておけば今200万ぐらい確実にもらえただろうなと。でまあ今これ調べてるのでもしかしたらもらえるかもしれない、ただ今もらえない可能性が大きいんですね。そうそう、まあ話戻します、ごめんなさい。私の話ねすぐ本当脱線しちゃうんですよ。起承転で言って天から戻ってこないと、戻ってこない、こっちか、天から戻ってこないっていうことがね結構あるんでね、気をつけて話すようにしてるんですけど、そうで今のこのコロナ、あコロナじゃ、政策金融公庫の融資に関して言うと、おそらく自分で望むほどの額っていうのは借りることはできないかなと。うん、でただね自分で今回この融資を受けるための資料っていうのもものすごい時間かけてやって、本当にこの起業前に自分ができること、自分がやりたいこと、それでそれをやるためのお金がどれくらいかかるかっていうのをシミュレーションができたのは非常にいい経験になったなと思って、まあ本当にねこれで終わりではなくて、これでお金が十分に借りることができなくてもベトナムでビジネスは始めてって、で本当にね自分のやりたい圧倒的熱量を持って仕事に遊び狂える世界を作っていくと、そこは実現をして、で本当にもう東南アジアの1億人に使ってもらえるサービスを作りたいっていう、このねもう現実離れというかただの無謀な夢っていうのを今でも追いかけてるので、まあ最初はダメでも本当にちょっとずつちょっとずつ自分が生きてる間に積み上げていきたいなと思ってます。します。でね私のこの、まあ、今の起業のこのチャンネル見てもらうと、正直言うとね起業っていうのでキラキラしたとこっていうのはもうないと思います。ただその厳しさとかドロドロしたところとかっていうのは伝えていけると思うので、今本当に正直自分自身起業家って言えるような形というよりも本当に死に物狂いでビジネスを始めていきましたというのが本音なんで、でそこでの世界っていうのを一緒に本当に同じ温度感で共有できたらもうこれが一番幸いかなと思って、まあそのためにまあいろんな喜びも悲しみとかっていうのも出てくると思うんですよね。ただそれを包み隠さず話すのがこのまあ、ジェット中島チャンネルの趣旨なので、皆さんにもお伝えしていきたいなと思っております。ではまた今日は水曜日。で、今週もう一回ぐらいアップ、何か面白いネタでアップして、で、締めていきたいなと思うので、で、起業じゃない。融資の方も降りたら、それくまなくもうお伝えするので、お楽しみにしていてください。うん。では本日は見ていただいてありがとうございます。もしね、今日の話が面白いと思ったら、いいねボタン、グッドボタンと、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では皆さんまたすぐ会いましょう。さよなら。